だった作成者で。お酒とか。匂いを垂らしていってみてください。体によってそのそのことに流せないかなっていうのを考えて、パーツをユニットをたくさん作っていきます。じゃあバラ合成香料のいろいろな有機化学であるとは思うんですけれども、ガムじゃないや、グミにしたら美味しそうな匂い。確かに夢のような気がする。はい、おお、一日で作った。ちょっとすいません、時間になってしまいましたので次に。で、まあ本来の花札だったらすごい独特な方法にもよる、選んでおいて、まあ、まずい匂いを作るみたいな結局香りでやり誘導するために3つの匂いが、じゃあ回ってる間にはい、行けあ、ユズだよ、これ。はい、お匂いをこうカスタマイズできる。誰がやってるの？定食屋の匂い。あ、ダニエル。で、その親が、例えば桜って言ったら、移動します。ユズ。桜とユズですか？桜とユズ。桜がどういう匂いかっていうのを、説明してもらって、手のやつがすごく匂いが強くて、全部同じ匂いです。ありがとうございました。オッケーだなって思う今回のたくあん。いいですか？特別。一つの香りになるっていう。B だと思った人。あれ？主観パーソナルな。順番同じくないですか？つけてアルコールが飛ぶぐらい。友人ない。だいたい ほぼ豚の脳なんですけど。めっちゃ。めっちゃ忘れがちです。じゃんけんスプレー、じゃんけんシュ。匂いの強さで場所を見つけてほしいなっていうのが匂いで見つけました。匂いで、ね、めっちゃしてる、めっちゃしてる。